はい、それでは京都にですね、永観堂っていうお寺あるの知ってます？知ってますか？ね、永観堂って言って普段拝観料500円のくせに紅葉のシーズンになると1000円取るというね、ひどい寺があるんですけど、まあね、紅葉はすごく綺麗なんで、そこのですね、本尊さんが、阿弥陀如来なんですけど、見返り阿弥陀って言いまして、正面見てないんですね。見返り阿弥陀です。やり始めた時はですね、1日3曲って決めてたんですよ、ね、アレルギーが出るので人も飽きるだろうなと思ってそのぐらいに抑えてたんですけど、なんですかね、度が過ぎるんですか、忘れちゃうんですよ、そういう人はね。で、こんななっちゃったんですけど、でしまいにアルバム出しといてね、その曲全然やらないっていうね、非常なことだなと思うんですが、いいんです、それでいいんですということで、たまには普通の曲を歌います。肩肘を張った女の人が出会う人によって、こう優しくなれたというか、そんな歌を歌います。青の中、泣けちゃう。
しさに包まれてた。メガネさんと一緒なので、あの久保さんとこのアルバムのですね、総合プロデューサー久保さんと一緒にやってみたいなと思います。久保文人さん、来てください。そしてですね、二重で参加してくれます、久米さん、来てください。久米さん、ご近所さん。さっきあのリハーサルであの3人でさせていただいてですね、僕はもう胸がキュンキュンしちゃって、幸せだなと思って、どうですか、この間を埋めてるなっていうこの人の間ね、ね、すごいでしょ。僕ほとんどは喋りますからね。ね、あの東博にね撮影行ったんですよ。そうそう、だからその話はね、本当しちゃいけないんだよね。ね、しちゃいけないんだけど、まだ開校一番次の日にブログに書いてしまった僕ってね、最低ですよね。あのなんでかっていうと、そのまあ一応ね、あの曲の PV 的なね、はい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 、やつがあって、はい、で、あのまあ瀬古くんがね、うん、博物館でこう、うろうろしてる映像があったと。で、あのさっきね、安倍さんネタ話しちゃったんだけど、ね、あの自分が出てるって。何の役かっていうと、そのあの国宝役なんだよ、一応。あ、そういうことですね。国宝の化身みたいな。はいはい、化身なんだ。ミステリアスな役で、で一応顔とかは出ないんだけど、あのね、あのいろいろ僕らも非常に、ね、無理難題言うじゃないですか。そうですね。だから安倍さんぐらいしかいねえなって言って、じゃあ安倍さん電話してみようかって。大丈夫っつうから。なるほど。戦術的にはそこって。だから安倍さんは一応匿名性のあるこうキャラクターなんだけど、はいはいはい、もう開口一番ブログで書いちゃったで、本人も言っちゃったから、まあ、そういうことでね。まあ、ね、まあ、でもあの、それはそれでね、はい、いいと思いますけど。非常にね、素敵な PV になっております。だから僕らはその、ね、仏像見てこうワイ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 言ってるわけです。はいはい、僕も仏像好きだし。はいはいはい、ほんで、でも、安倍さん置いてきぼりじゃない。だからこっちも気使ってさ、ね、あのね、あの退屈して申し訳ないなと思って、はい、十二神将っていうね、こうかっこいい、なんていうか、はいはい、武道派の仏像がいるんだよね。はいはい、あのね、薬師如来の眷属ですね。そうそうそう、あの、はい、お守りしてる、こう鎧着た、ちょっといかつい、はい、まあエグザイルみたいなやつね。なるほどね。エグザイルだ。エグザイル、あの仏像界の。そうやって見ると楽しいですよね。そう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 。だから、まあ、安倍さん退屈してそうだから、この中で突き落としたら誰って言ったら、これかなって本気で答えるから。面白いなと思って素敵だったね、あれはね。そんな PV がね、はい、近日公開ですか。はい、公開しますので。